聖、マルガリタ、または、アンティオキアのマルガリタは、聖教会、非、カルケドン派、カトリック教会、聖公会で聖人、乙女順教者。聖法教会での記念日は7月20日。聖教会では7月17日が、記憶日であり、聖第一名女マリナと呼ばれる。マルガリタは、伝説上の人物であり、歴史上実在したかどうかは、非常に疑わしい。 494年には、教皇ゲラシウス一世が、マルガリタに対する信心が正当なものでないと宣言、したが、その信心は衰えず、十字軍の時代に再び、マルガリタへの信心が、盛んになった。彼女はその伝記を書いたものや読むもの、あるいはその取りなしを願うものに、強力な面賞を与えると信じられ、そのことが、一層彼女への信心を盛んにした。 ヤコブスデブ・オラギネの書いた黄金伝説の記述によれば、マルガリタはアンティオキア生まれで、父はアエデシウスという異教の祭司であった。彼女はキリスト教の信仰を持ったため、父から疎まれ、養母と共に羊飼いをしながら暮らすことになった。オリブリウスという名の地方公館からキリスト教信仰の放棄と引き換えに結婚を申し込まれた。 しかし彼女がこれを拒んだことから捕らえられ、拷問を受けることになったが、そこで多くの奇跡が起こった。例えばドラゴンの姿をした悪魔に飲み込まれた時、彼女が持っていた十字架によって、ドラゴンの体内が傷つき、無事に出てくることができた。この苦難を乗り越えて体内から出てきたという伝説により、民衆信仰では妊婦、出産の守護聖人として数形されている。マルガリタは、 紀元304年に亡くなったとされている。ギリシャの教会では、マルガリタは、マリーナと呼ばれ、7月17日に祝われる。彼女は聖エッペラギアなる人物と同一視されており、ギリシャ語でペラギアという名前が、ラテン語のマリーナと対応している。伝承によれば、マルガリトと呼ばれたとも言う。歴史的に二人が同一人物であるということを示す。資料は何もなく、 ギリシャのマリーナはアンティオキアのピシディア由来の物語だが、この区別は正方では失われた。一部の学者たちは一連の伝説がアフロディテの物語に由来しながら、形を変えてキリスト教に取り込まれたものと考えたが、この説には根拠がない。聖、マルガリタへの数形は特にイングランドで盛んであり、250もの教会が彼女に捧げられている。 絵画では彼女はしばしば竜から逃れる姿で描かれている。1969年の天霊改革で歴史上の実在性が低いマルガリッタは天霊歴から削られ公的な新人は行われなくなった。それでも民衆の中に新人が生き続けている。彼女は14級難聖人の一人であり、ジャンヌ・ダルクに幻で現れたことでも知られる。ありがとうございます。